着いたな。ここがジェイルアイランドか。この島から闇に流れた武器が今世界中の戦争を助長している。それだけじゃない。世界政府が島を仕切る監獄長にダイナガンの採掘調査をさせているって噂もある。ダイナガンがもし本当に島にあるのなら政府に渡すわけにはいかねえな。まずは情報源と接触して話を聞きたいところだが、そもそも誰が革命軍に情報を流したのかが不明。手がかりがない以上、別の筋から情報を集めるしかねえな。手始めに島の海軍拠点に潜入してみるか。よし、始めるぞ。している。の。やるか。よし。
の鍵爪。よう。なんだてめえ。ああ。始めるぞ。さて、どうする？
Yoshi.
これは… なるほど。 了解。
し。始めるぞ。アイザック、さて、そうだ、
やれやれ。よし、アイザックが危ない時は俺が助ける。そうだな。ありがとう。ああ、さて、行くか。Ow! Oh!Ow!待て、おい。ああ。なるほど。
や。よし。
そう。よっ。そうそう。やっ、無理つくんだ。燃え上がれ。火柱。まだまだ燃え上がり柱。そう。はあ、なんだと。そう。お。兄さん。ミロワールドにようこそ。
革命軍参謀総長。小生カタクリ。なぜお前がここに。革命軍龍の仮詰め。ほう。おいおい。待て。
見つけた。兄さん。違うな。お前、うん、この野郎は許さねえ。ルフィ、どけ。ジャン、
革命軍。ああ、なあ、なぜ復讐を選んだ、アイザック。目の前で弟が死ねば理解できるか。ルフィは負けねえよ。ほう。俺が証明する。俺たち兄弟は強いぞ。聞け。ほう。後悔することになるぞ。後悔はしねえ。俺は立場を押してでもルフィを守る。エースが死んだ時、それがお前の選択か。ああ。まずいな。
よし。龍の鍵爪振り。かかれ！やつを逃がすな！くそ！よし！始めるぞ！手加減なしだ。火炎異物。
死だ。
お前たちの正義か。疑問の余地はない。話すだけ無駄だ。ちぃ、アイザック、
お前も死ぬぞ。正義のためだ。ちふんふん。俺は逃げない。たとえそれで死のうとも、力には絶対に屈しない。それがお前の正義か。正義じゃねえ、俺たちの自由だ。神様、六式奥義。おい、お前はなぜ復讐を選ばなかった？俺にはルフィがいるからな。復讐なんてしてる暇ねえんだよ。落ち着け、ルフィ。お前の目指す場所はもっと先だろう。サボ、ルフィ。な、手を貸してやるよ。わかった。一度ならず二度までも、このわしが逃がすわけがなかろう。危険！チートどこかで見覚えのある火じゃの。俺はサボ、革命軍の参謀総長にして麦わらのルフィの兄だ。悪いが、この先通すわけにはいかない。あいつの兄としてな。Oh!
仲間だ。竜の火矢爪、燃え上がり、うっとうしい。そこだ、場合じゃなさそうだな。よそ見しとる余裕はありゃせんぞ。ん？島民が危険な目に遭っている時だ。チンピラに関わってる場合じゃございやせんでしょう。戦争はしまいじゃ。島民たちを避難させろ。世話になったな。兄さんはきっと生きてる。そんな気がするの。やったな、ルフィ。パラ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 。ガチャ。俺だ。回収できたか。ああ、すぐ戻る。絶対に死なせるな。ジャンヌとの約束は守れそうだな。さて、またな、ジェイルアイランド。